竹爪仁志君。国民民主党新緑風会の竹爪仁志です。会派を代表し、国立大学法人法の一部を改正する法律案について、森山文部科学大臣に質問いたします。子ども真ん中やチルドレンファーストは、時期を得た政策で尊重すべきであり、その言葉通りに進めていかなければなりません。本法律案は、国立大学法人の管理運営の改善、並びに教育研究体制の整備、および充実等を図ろうとするものですが、法改正をする根本は、子ども真ん中のように、学生真ん中、学生ファーストになっていなければなりません。大学は誰のためにあるのか、誰のために運営するのか、大学で学びたい、研究したい学生のためにあり、学生のために運営していくべきものと考えます。森山文部科学大臣にお伺いします。本法律案は、学生真ん中であり、学生のためになる法改正であると断言していただけますか。ご見解を伺います。大学は学生が支払う授業料で運営が成り立っています。大学は学生からの授業料のほかに国からの支援や寄付等を受けており、授業料を納める学生に納めた分あるいは納めた以上に教育や研究文化やスポーツなどでお返しする運営が本筋だと思います。民間企業では取締役会や執行役員会の体制を改革したり管理運営体制を見直したりしますが、改革のきっかけは会社が提供する商品やサービスに対するお客様からの意見や要望であったり、またお客様の感触の変化だったり、従業員からの声であったりすることがあります。本法律案に至るまで、さまざまな有識者や専門家による議論が行われてきたことを承知していますが、学部生、大学院生、あるいは研究者や教育者の意見なども聴取してきたのか、つまり、会社で言えばお客様や社員というステークホルダーの意見も反映されているのか、大臣に伺います。現在の大学3、4年生や大学院生は、多くの時間をコロナ禍で過ごしてきたため、想像していた、夢見ていた学生生活とは全く別物になってしまいました。いつの時代にも想像していなかった危機や変化は起きえるものですが、コロナ禍で授業のほとんどがリモートで、キャンパスにも行かず、友達や人的ネットワークを広げられず、あまりにも気の毒です。例えば、特例であと2年、授業料負担なしで大学生をやらせてあげたい思いになります。コロナでアルバイトを失い、生活費や授業料に困窮し、退学した人や、大学で学ぶ希望を失い、退学した人もたくさんいます。コロナ禍で過ごした彼らにとって、大学での教育や研究は何であったのか。それもはっきりとわからないままに社会に出ていきます。大学生の違法薬物乱用、特殊詐欺などの犯罪の背景に、コロナの影響があるのではないか、大変気がかりです。森山文部科学大臣にお願いいたします。国の教育行政のトップとして、コロナ禍で多くの時間を過ごした大学生や大学院生に、これからの励みとなる言葉を発信していただけませんか。今日だけでなく、何度も何度も発信していただきたいと思います。国民民主党の学生部には現在220名以上の学生がいて、全国各地で活動してくれています。学生自らが街頭に立ち、給料が上がる経済、人づくりこそ国づくり、自分の国は自分で守るなどの国民民主党の政策を訴えています。彼らは日本が科学技術の分野で世界の後塵を拝していること、大学院や博士課程に進んでも、その先の展望が見えにくいこと、奨学金の負担が大きく、将来の希望よりも不安が先行してしまうこと、諸外国は教育予算を増やしている一方で、日本は教育や人への投資が増えず、海外に行って研究するしかないなどとも訴えており、これまでの国の教育政策や予算、そして政策を決めてきた政治に対して、悔しい思いをしていることが見て取れます。彼らに起きていることは彼らのせいではないので、申し訳ない気持ちになります。森山大臣、こうした学生の悔しい思いに対して、大臣はどうお答えになりますか。教育政策、教育予算、科学技術への予算など、人への投資を十分にしてこなかったことが、
学生の不安にもつながっているのではないでしょうか。優秀な人材が海外に流出してしまったらもったいないです。学生が国は自分たちのことをしっかり考えてくれていると思える大臣の決意を彼らにお伝えください。本法律案提出の契機となった総合科学技術イノベーション会議の報告書では、国際卓越研究大学となる国立大学に関して意思決定機関としての合議体を設置することを求めていました。一方、本法律案では事業の規模が特に大きい特定国立大学法人は運営方針会議を必置、その他の国立大学法人は置くことが可能とされ、国際卓越研究大学の認定と運営方針会議の設置は直接リンクしていません。なぜ報告書の提言から変更することとしたのか、検討プロセスも含めて大臣にご答弁をお願いいたします。運営方針会議を置く理由について伺います。大臣は衆議院への答弁で、運営方針会議の設置理由として多様な専門性を有する方々が大学運営に参画することを挙げています。しかし現行法においても理事・幹事は学会社を含むこととされるほか、経営協議会は学会社が過半数、学長選考監察会議も学内外同数で構成するとされています。すでに学内外の多様な専門性を有する方々が大学運営を担う仕組みがある中で、新たに運営方針会議を設置することとした理由は何でしょうか。世界と伍する教育研究大学の実現と運営方針会議の設置の関係について見解を伺います。国立大学法人における責任の所在について伺います。運営方針会議の新設により懸念されることの一つは、法人内でのガバナンスが複雑化し、責任の所在が曖昧になることです。現行法において、学長は国立大学法人を代表し、その業務を総理するとされており、これは法改正後も変わりません。一方で、本法律案により新設される運営方針会議は、中期計画や予算などの運営方針事項についても決議するとともに、決議した内容に基づいて、法人運営が行われているかを監督する役割を担うとされています。仮に運営方針会議の決定した計画通りとならず、国立大学法人として見込みを下回る成果しか上げられなかった場合、その責任は業務を執行する側である学長と、監督する側である運営方針会議のいずれが負うことになるのか、見解を伺います。運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認について伺います。運営方針委員は学長が学長選考監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で任命するとされています。大臣は衆議院での答弁で、大学の自主性、自律性に鑑み、申し出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、承認を拒否することはできないとの趣旨を明らかにするため、承認は法人側の申し出に基づいて行うものとしたと述べています。明らかに不適切と客観的に認められる場合の基準をあらかじめ示す、文部科学大臣が承認しない場合は、その理由を公表するなどの取り組みが必要と考えますが、見解を伺います。東京医科歯科大学と東京工業大学の統合により新設される東京科学大学について伺います。東京科学大学は理系の総合大学となりますが、我が国においては従来から理系に進む女子学生の割合が低いことが指摘されています。すでに東京工業大学では、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する一環として、入試における女子枠の導入や、奨学金において新たに女子学生枠を創設するなどの取り組みを進めているとのことです。素晴らしい取り組みであり、統合後の東京科学大学においても、女子学生や女性研究者の割合を高めていけるよう、国としても大学側の取り組みを一層後押ししていく必要があると考えますが、認識をお伺いいたします。最後に改めて、教育研究にかかる予算について伺います。我が国の国際競争力、研究力が低下した最大の要因は、これまで政府が子ども・若者への投資、未来への投資を怠ってきたことにあると考えます。政府は国立大学法人化以降、運営費交付金を削減し、選択と集中を進めてきましたが、縮小した予算の配分方法だけを考えていては、将来展望が見出せません。将来を担う
人への投資の必要性についての見解をお伺いして、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。森山正仁文部科学大臣。竹詰議員にお答えいたします。まず本法律案が学生のためになる法改正なのかというお尋ねがありました。本法律案においては、法人の大きな運営方針を決議し、決議した内容に基づいて法人運営が行われているのかを、行われているかの監督を行う運営方針会議を設置すること、長期借入金等を充てることができる範囲の拡大及び、土地等の貸付手続きの簡素化を図るため、大臣認可を受けた貸付計画に基づく届出制の導入を実施すること、また、東京医科歯科大学と東京工業大学を統合して東京科学大学にすることなどの措置を講ずることとしております。本法律案の目的は、国立大学法人の管理運営の改善を進めるとともに、教育研究体制の整備充実を図ることを目的とするものであり、学生の教育研究活動の充実にも資する改正であると考えております。次に、法律案の提出に至るまでの意見の聴取についてお尋ねがありました。本法律案の提出に至る過程では、国立大学の学長等の大学運営に携わる方のみならず、さまざまな分野の研究者や教育関係者が参画する総合科学技術イノベーション会議や、科学技術学術審議会大学研究力強化委員会において、改正案の内容をお示ししながら、法律案をまとめたところです。次に、コロナ禍を過ごした学生への励みの言葉についてお尋ねがありました。新型コロナウイルス症の感染拡大防止のため、学生生活が大きく制限される中、現在、大学や大学院に通う多くの学生の皆さんが、さまざまな創意、工夫により、教育・研究活動に懸命に励まれてきたことに心から敬意を表したいと思います。これから我が国を背負って立つ皆さんが、経済的な不安を抱えず、安心して教育研究に打ち込めるよう全力で支えていきたいと考えております。人生に無駄なことはないという言葉があります。将来の目標をご自身で立てられ、大学や大学院での活動を継続し、充実した生活をなされ、社会に羽ばたいていただくことを心から願っております。次に、学生に対する決意についてお尋ねがありました。教育・科学技術は、社会が激しく変化する中で、その変化を力にし、学生の皆さんをはじめ、個人や社会の未来を切り開くために極めて重要であり、国の礎であると考えています。文部科学省として、これまでも必要な予算の確保等に努めてまいりましたが、将来の社会の担い手である学生の皆さんをしっかりと支えていけるよう、一層文部科学行政を進めてまいります。次に、運営方針会議を設置する国立大学法人が変更になった理由についてお尋ねがありました。総合科学技術イノベーション会議が取りまとめた報告書では、国際卓越研究大学の条件として、多様なステークホルダーの期待に応えられるような長期の成長戦略を策定するためには、合議体が経営方針を定めて、学長の業務運営を監督することなど、自立と責任あるガバナンス体制が必要とされました。その後、具体の法律案を検討する過程で、国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、ステークホルダーとともに産学共同研究やスタートアップ創出に先進的に取り組んでいる事業規模が特に大きい国立大学法人については、
運営方針会議の設置を義務づけることといたしました。また、その他の国立大学法人については、大学からの申請を踏まえ、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を設置することができることとしております。この点については、本年9月以降、科学技術・学術審議会、大学研究力強化委員会や、総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員懇談会、国立大学協会の会議に改正の方向性をお示ししながら、検討を進めてきたものとなります。次に、運営方針会議を置くこととした理由及び世界と伍する研究大学の実現との関係についてお尋ねがありました。今回の法律案におけるガバナンス強化の議論の契機となった国際卓越研究大学に求められるガバナンスの議論においては、大学ファンドからの支援を受け、自律的な大学へ成長する大学は、経営にかかる意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のために合議体を設置することが必要とされたところです。既存の経営協議会や教育研究評議会は、それぞれ経営面や教育研究面における重要事項を審議する機関であり、学長が意思決定をする上で幅広く意見を伺う補助的な機関となります。他方で、運営方針会議は大きな運営方針について意思決定や業務執行の監督を行う機関であり、経営協議会等とは権限と役割が異なる組織として、今回の国立大学法人法の改正により新たに設けるものとなります。運営方針会議の設置により、大きな運営方針の継続性、安定性の確保、および組織的なコンプライアンスの強化が図られることで、数多くの多様なステークホルダーからの長期的な信頼、支持につながり、社会からの投資も加速すると考えております。次に、学長と運営方針会議の責任についてお尋ねがありました。運営方針会議を置く国立大学法人においては、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな運営方針の決議は、運営方針会議が行い、業務執行の責任は学長が有することとなります。また、運営方針会議は、当該会議で決定された事項の内容に基づいた法人運営が行われていないと認めるときは、学長に対して法人運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができ、その場合に学長は速やかに法人運営を改善するために必要な措置を講じ、運営方針会議に報告しなければならないこととしています。その上で、運営方針会議の決定した計画を下回る成果しか挙げられなかった場合の責任の所在については、その具体の内容や改善に向けた取り組み、またその過程において、学長や運営方針会議がそれぞれの責任をどのように果たしてきたかなど、個別の状況によって異なるものと考えております。次に、運営方針委員の任命にかかる文部科学大臣の承認についてお尋ねがありました。お尋ねのあった明らかに不適切と客観的に認められる場合として、具体的には、候補者に運営方針委員にふさわしくない著しい非行がある場合などが想定されます。また、国立大学法人からの申し出を承認しない事態が生じた場合には、文部科学省が当該法人に対してその理由を丁寧に説明する必要があると考えております。当該法人において申し出にかかる候補者の公表が行われていない場合には、文部科学省から承認しない理由を公表することはありませんが、承認しない理由を社会から問われることになった際にも、丁寧に説明を行うことが必要になると考えます。次に、東京科学大学における女子学生、女性研究者の割合を高めていくための支援についてお尋ねがありました。我が国の成長に寄与する高度人材を育成する上で、理系に進学する女子学生の割合を高め、そうした女性が社会で活躍することは非常に重要と認識しております。文部科学省では、初等・中等教育から高等教育にわたって、女子学生の理系分野への進学を促進するため、女子・中高生の理系分野への興味・関心を高める取り組みの支援、
理工系分野の女子など入学者の多様性を確保する選抜の促進、理工農系の分野に進学する女子学生への就学支援の推進などの取り組みを行っております。また女性研究者に対しては教授、准教授などの上位職登用に向けた支援や出産育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰できるための支援などの充実を図っているところです。東京科学大学における取り組みも含め引き続き女子学生、女性研究者への支援を進めてまいります。次に将来を担う人への投資の必要性についてお尋ねがありました。国立大学法人運営費交付金は我が国の高等教育及び学術研究の水準向上や均衡ある発展を担う国立大学が人材の確保や教育研究機関の整備を行うために不可欠な基盤的経費であり、平成27年度以降は前年度と同額程度の予算額を確保しています。文部科学省としては基盤的経費と競争的研究費の双方を確保することに加え、世界最高水準の研究大学の実現に向けた国際卓越研究大学制度の創設や、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ大学に対するそれぞれの大学の強みや特色を生かした取り組みの支援などを通じて大学の機能強化を支援しているところです。将来を担う人への投資は重要であり、国立大学が人材育成や知的創造活動の基盤として社会の発展を牽引していくために必要な予算の確保に全力で取り組んでまいります。